いや、皆さんの踊りは素晴らしい。はい、ではもう一曲、同じ曲、ドラえもんとやっていきたいと思います。ドラえもん、あんたももう一回やりましょう。Bye.
流れますのでね、1回目分からなかったところを2回目で直していただいて踊りましょう。そしてね、少しずつ回ってね、少しずつでいいので、その場で立ち止まらないで回ってください。お願いいたします。あ、1回、あ、1回、はい、先生、間違えてました。はい、じゃあ次の曲、はい、次の曲行ってみたいと思います。次の曲はおそ松くん、おそ松くん音頭、おそ松。
Yeah.
ゲストのご紹介がございます。どうもありがとうございます。先生また、もうありがとうございます。大丈夫でしょうか。はい、どうも皆さん、アニソン盆踊り盛り上がっておりますね。私が誰かわかるかな。はい、で、まあわかんない人もいると思うのでちょっと一言だけ言いましょうね。モーリー君メガネに蝶ネクタイの少年もおらんからこの会場怒らんと思うよ。わし、メグリー中蔵が、守っとるからな。はい、ありがとう。ね、神田明神さんとはね、ご縁をちょっと深く、いろいろやらせていただいて、今回もお呼ばれをさせていただきましたね。ありがとう。茶風鈴で提灯を奉納してますんで、よかったらどっか探して、写真撮ってみてくださいね。はい、YouTube で酒ばっかり飲んでる、飲んでばかりで何が悪いっていうね、番組もやってますんでね、よかったらそれも見てください。今日はみんなのためにちょっとだけポストカードを持ってきたんで、投げてもいいかな。じゃあ まずこっちに。ダメ、あ、ちょっと危ないかもしれない。危ない、危ないって。あったら私に言ってください。何枚かありますんで。はい、というわけでこれからも盛り上がってください。茶風鈴でした。ありがとう。警部ありがとうございます。ゲームに来ていただくとは。ありがとうございます。あら、あ、お下がりようにしなさいね。道を開けてください。お下がりように、皆さん下がりようにしなさい。道開けて、潰れちゃいますからね。そう、道は開けて安全に、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ皆様、いよいよ次の曲、新曲でございます。はい、なんでこの曲が流れるか、皆様踊ったら分かると思います。そして、この曲は回らないで踊るので、そのままそこでステイして踊っていただきたいと思います。そしてですね、皆様の気持ちを今回ですね、天にめがけて届けていただきたいので、ちょっと振り付けの説明をしたいと思います。振り付けの説明いきますよ。はい、では、手を上げて、はい、左手を上げて、あ、ちょっとごめん、右手ですね、ごめんなさい、右手を上げて、左手で思いっきり、えいっと上げます。はい、その後は手を交互に上げる、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 これだけです。でももう少しあります、もう少しあります。ちょっと変わった盆踊りの振り付けが入ります。ちょっと隣の人を見つけていただいて、ちょっとこういうポーズ、あ、坂井さんちょっといいですかね、こういうポーズをしてもらってください。せーの、えい。はい、もう一回いきますよ。せーの、えい。はい、これを隣の人と仲良く決めていただければ、この曲完成です。はい、皆さんも大好きな曲です。僕も本当に子供の頃から大好きです。皆さんの思いを天に
それでは、写真ちゃん音頭、行ってみましょう。
ょっと難しかったですよね。なのでもう一回踊りますか皆さん。さあじゃあ次は本番でございます。じゃあしんちゃんと一緒に、じゃあしんちゃん女の2回目でございます。はい、さあでは皆様、じゃあしんちゃん女の難しいところも大丈夫ですね。はい、ダン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 。さあそれでは皆様盛り上がっていきましょう。じゃあしんちゃん音頭写真ちゃん本当でございました。そして写真
ります。はい、また降ります。さあ、じゃあしんちゃんが帰られるそうでございますので、はい、皆様また温かくお見守っていただければと思います。じゃあしんちゃん、階段がですね、苦手でして。あ、苦手なんです。足がないんで。あ、足がない。ちょっと皆さんに応援してもらわないと降りられないので、はい、ちょっと。では皆様お待ちかねでございます。神田明神様で、ね、生まれました神田明神音頭、今日は歌を歌ってる坂井さんがなんと生歌で緊張する。はいはい、まあ多分皆さん、もう今日も何回も流れてると思うので、もし口に染める方は一緒に歌ってください。はい、で一応皆様踊りでございますので、回ってこれもね踊っていただくということになりますので、神田明神様に届ける踊りということで、皆様の願いを天に向かって届けるという振り付けございますから、一緒にやってください。はい、それでは行ってみましょう。神田明神音Yeah.
さあ皆様ありがとうございました。一言ずつゲストダンサーの皆様ご挨拶してください。はい、改めまして声優の小坂ゆりえです。皆さん今日の踊りコンテンションできましたか？時間だそうです。時間でもそうでございます。皆様また明日明後日と盆踊り続きます。そして今日は、太鼓の血を抱く民謡連盟さん、明日、やられますので皆さん来てください。はい、声優さん挨拶どうぞ。挨拶してください。挨拶大丈夫。はい、皆さん本当にありがとうございました。夏を楽しめましたか？最高。バイバーイ。皆さんありがとうございました。皆さんのおかげで本当に楽しい夏の思い出ができました。普段は女優活動などもしているので、よかったら X のフォローお願いします。尾崎あすかでした。そして私たちで、この場がすごく、平和を築いた盆踊りになったんじゃないでしょうか。これからも神田明神で皆さん盆踊り踊りましょう。ありがとうございました。千代田区の条例でくじきは、電気を消さないといけないものですから、皆様お気をつけてお帰りください。足元へ十分気をつけてお退場お願いいたします。ありがとうございます。